2024年1月17日、アメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーは、世界の軍事力ランキング2024を発表したので、詳しく見ていきましょう。日本の評価は7位だけど、次世代護衛艦の性能や潜水艦2などに注目されていたようだ。お隣の韓国は5位で、そこと対立する北朝鮮は36位であるという。日本の建造能力は、今や世界屈指になっている。やはり、輸出は、今後必須になるかもしれませんね。F3 戦闘機開発加速してほしいものです。世界の軍事力ランキング付けの権威性も高いアメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーが、世界の軍事力ランキング2024を、2024年1月17日に発表した。この格付けは、世界145カ国の人口、兵力、兵器数、国防予算、地政学上から見た位置のほか、戦略などにおけるロジスティックス、経済力、天然資源の入手状況など、核兵器能力を省いた50以上の要素が総合的に評価されたパワーインデックス、軍事力指数のスコアを国別に算出している。それらを踏まえて、総合的な軍事力ランキングとして、2016年から毎年発表されているものであるが、軍事力指数は 0.0000 であることが完璧とされ、要は0に近ければ近いほど軍事力が高いのだ。1月に出された最新版の世界の軍事力ランキングも2016年以降から変わらず、1位アメリカ 0.0699、 2位ロシア 0.0702、3位中国 0.0706 となっていて、この3カ国のランキングは不動であるもののポイント差は僅差となっているのがわかるだろう。トップに君臨しているアメリカは金融や資源のカテゴリーで圧倒的な数字を示しているほか、予算、兵力、技術力などの要素において他国を大きく引き離しており、この先も世界第1位の軍事大国であり続けるでしょうね。続いて第2位のロシアは、2022年2月に始まったウクライナ侵略戦争によって、戦車や装甲車などの大量損耗があり、世界第2位の座を中国に譲るのではないかと噂されていたが、2024年版では、どうにか踏みとどまっているのは、さすが軍事大国という声が上がっていた。しかし、現在も続くウクライナ侵略戦争では、西側の軍事専門家の予想を裏切って、ランキングでは、はるか下にいたウクライナ軍の前線と協力国の策略によって長期化してしまい、これまでに戦車をはじめとする大量の装備や兵員を失っているのも事実である。この戦争が長引けば長引くほど損失は増大することが予測されているほか、西側からの経済制裁が継続して行われることにより、かなり落ち込んだ軍事予算がさらに不足するとも言われていて、数年後にはロシアが順位を落として、ランキングが大きく動いても全く不思議ではない。ロシアに続く第3位の中国は、利用可能なマンパワーと海軍艦隊の強さの分野で1位であることから、総合で3位の座を守り続けていて、ここ最近は経済が揺れ動いていると言っても十分な力を持っており、中国における軍事費は2020年の時点で約27兆円とアメリカに次ぐ規模である。中国の国防費は、ここ30年で42倍にも増幅しており、急速に軍事力を高めようとしていることは明らかで、これまでの量に頼る方針を質の向上に変更したらしく、軍事における最新技術の開発を進めているようだ。それらに加えて、7億人以上もの潜在的軍事力を持っているため、近い将来ロシアを抜いて第2位にのし上がるのも時間の問題だろう。この三大軍事大国から、世界の国々との間は、ポイントで、ものすごく差が開いているけど、この最新版の軍事力ランキングにおいて、周辺国と比較して、兵力では、大きく劣る日本の自衛隊が、0.1601 ポイントで世界第7位と評価されている。その格付け理由として、海自護衛艦などの海洋戦力が、周辺国と比べて優位性が高いことや、航空母艦への改修が進められている、出雲型護衛艦や、最新鋭 FFM の木上型護衛艦などに搭載されている高度な軍事技術などが評価されたようだ。
また、世界的に注目されているのが、三大軍事大国に次ぐ4位の国であり、ここ数年は、インドが、この順位の常連となっていて、2024年においても、0.1023 ポイントで第4位となっていた。2023年4月に発表されたインドの人口は14億2860万人に達しており、中国の人口14億2570万人を290万人も上回るとされ、一人っ子政策の影響を受けて出生率が低下していることなどから、これまで人口ランキング世界第1位であった中国を抜いて、インド人が世界最多の人口となった。このことを理由に、利用可能な兵力人口、現役兵力、準軍事兵力において、国の人口の 47% のマンパワーが利用可能とされていることから、中国に次ぐ2位となり、軍事予算や技術力が不足している点は、安価な労働力で補う形となって、軍事力ランキング第4位の座を守っている。さらに、近年は、海外からの戦闘機購入を増やしたり、国産空母の建造にも取り組んだりして、最新の軍備を整えながら戦略強化もしており、インドが数年後にはロシアを抜いて中国に次ぐ第3位の座を奪い取る日も近いだろう。また、お隣の韓国は2023年のランキングで第5位だったイギリスを抜いて、インドに次ぐ第5位となり、近年における軍の近代化が評価されたのでしょうね。現在、韓国と休戦中の北朝鮮は、装備の古さや経済力の評価が低いことなどから、0.5313 ポイントで第36位と落ちていて、2019年には第18位まで来ていたが、年々評価を下げていき、軍事ランキング上の韓国との格差がより大きくなった。しかしながら、この軍事ランキングの要素に核兵器が入っていないため、北朝鮮が核兵器を保有していると見さされている以上、この格付けのみで、韓国が、北朝鮮に優位な立場にあると言い切れるものではない。当然、ランキング第2位のロシア、第3位の中国、そして北朝鮮に囲まれている西側陣営の韓国と日本は、マンパワーで勝る中、世に対抗するためにも、軍事技術において常に先進的である必要がある。しかし、近年では中国人民解放軍の近代化は、アメリカと肩を並べるほどに成長しており、例えば、アメリカが苦労して実用化を成し遂げた最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級高原子力航空母艦に搭載した電磁カタパルトを自国技術で開発に成功させた。それを現在偽装中である国産の003型通常動力航空母艦福建に搭載しているほか、極超音速滑空弾の開発と実用化においてはアメリカを追い越し、日本も以前のように軍事関連技術で中国を上回っていた時代は過ぎ去っている。2023年の国内総生産 GDP において、日本は米ドル換算でドイツに抜かれ、これまでアメリカ、中国に次いで第3位の座を守っていたものが、1994年にGDP の統計が主要指標となって以来、初めて第4位へと転落した。中国を起点に発症したコロナ禍による経済停滞や円安ドル高の為替の動きが影響したとは言っても、日本の経済発展が顕著に右肩下がりを示していることは間違いなく、今後の軍事ランキングにおいても、日本がさらに順位を下げるのも時間の問題だろう。日本経済の低迷は当然のことながら、防衛予算にも影響を及ぼすことは明確であり、その目処をこれまでの GDP の 1% から 2% に引き上げたところで、肝心の GDP が大きく落ち込んでしまっている以上、あまり意味をなさないとする声も上がっている。結局のところ、軍事ランキングが下位に落ち込んだとしても、これはあくまで数字上の指標であって、軍の強さを表すものではないが、顕著な下落は、中国やロシアに対する抑止力の低下につながる可能性は十分にあるため、日本は軍事技術の向上を図るとともに、落ち込んでいる経済成長を以前のように右肩上がりに戻す必要があることも否めない。特に中国の民事的戦略で日本の土地がどんどん買われていて、いつの間にか占領されていた国とならければいいのだが、
平和ボケしている国民の皆さんはどのように考えているのでしょうか。オーストラリアは中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から新たにフリゲート艦へと焦点を移しています。この中で日本のもが身型護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は高い建造能力を誇る日本のもが身型の導入について詳しく掘り下げます。ちなみにオーストラリアが以前フランスと契約していた場合、日本の、総流型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月に、オーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は、電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れた、その軍事同盟の名称は、オーカスとなることが明かされた。それまでも、オーストラリアにとっては、イギリスはかつての宗主国であり、アメリカは、広い意味で、太平洋において、軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再び、アングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで、第二次世界大戦後のオーストラリアといえば、近隣の国家として、多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのは、インドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも、国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた鉄国といえば、太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は、強力な外敵の存在は意識していなかったとすら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であったモリソン政権の与党保守連合をアルバニージー氏の労働党が破って政権を奪取、政治的には大きな変革を迎えた。それでも前モリソン政権が敷いたオーカス等の新たな軍事的な施策は継続され、主として南シナ海で覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアは、フランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものを、オーカス級とし、これを、オーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の仕様は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は、533mm 魚雷発射管4門に加え、
12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射管を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という、大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を、この2024年2月に明かし、その内容が、世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を、大きな柱として挙げており、特に、後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウント・フォス社製の MEKO-A200 型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が、昨年2023年4月に、自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力とを明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに、敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F35 ライトニング 2A 型や F/A-18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル、JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が、開発中の同様との艦艇を想定しているとめされている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200 型、スペインの ALFA-3000、日本の野茂神型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200 型は南アフリカ共和国海軍もバラー級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量3590トン、全長 121.0 メートル、全幅 16.34 メートルの艦隊にコダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でも、アルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は、満載排水量4650トン、
全長 133.0 メートル、全幅 17.0 メートルの艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。日本の藻場型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。韓国の耐久級は、韓国海軍では2018年から就役を始めた新鋭艦であり、同艦は満載排水量3592トン、全長 122.0 メートル、全幅 14.0 メートルの艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本の藻が、身型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は、16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で冷戦構造が激化したことで再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造したガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた砲塩から国産化を再開、ここから今まで建造技術の継承を続けている。この砲塩は三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から就役を果たした朝日、岡田は容積が建造され、半数の2隻は川崎重工業者の神戸工場がその建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年1隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も、22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、
基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。タイゲイ型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。このタイゲイ型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、竜型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、竜型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、タイゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、タイゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、タイゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを期としている。タイゲイ型の襲撃によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も6門の 533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在の最古参の親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である、原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル、全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、5
533mm 魚雷発射管を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン対艦ミサイルを合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月にアメリカとイギリスと新たな軍事的な枠組みオーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアがフランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。